今撮ってる花ですけども、星空光背になるんですけどね、後ろにピンクのラベルを置いといたんですけども、この色はですね、まだと言いますか、新しいタイプの色ですね。こんなのうちにもあるとあって、いつもそんな話をしますけども、亀山さんがノーズを上げて、それを 壊したもんですから、よそのうちにあるってことはまずないですね。ありえないって言いますか、亀山さんの最高濃度に上げたものから、作出した中間色としての色なので、ないと思いますし、あるんでしたら当然の 新しい色とか、花の形ですか、模様とかっていうことで、ベスト調欄などに、乗ってきてるはずだと思いますけども、亀山さん自身がこの色はないって言っている、色ですので、ないでいいんじゃないですかね。仮に過去に偶然こういう色ができたんだとしたら、偶然できたっていうことで、それはそれでいいと思いますけど、いずれにしてもこれをですね、次に新しい、花として進めていくことによって、一つの色とか、あるいは系統っていうことになっていくのかなと思いますけどね。これでいろんな交配してみますね。